おっしゃ、それではテニスの王子様最強チームを結成せよですね、大会編、今回2回戦ということで進めていきたいと思います。まあ、前回福士くんのね出番がなかったんで、今回福士くんをシングルス2にしようかなと思うんですけど、まずは秘密の特訓。さあどうしようかな、福士くんいっちゃう。また前回ちょっといいか、どうしても気になることがあるんでチェックさせてくれ。大会中にも練習かよ、さっさと終わらせてくれよ。前回スタミナやったんでしたっけ。さあどうしよう、フットワークいっとく。練習開始だ。次いいな、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 次完璧じゃない。お、完璧でしたね。よしいいぞ、俺も負けていられないな。充実した特訓となった。福士くんフットワークが1段階上がった。で2回戦は相手が誰だろうな。今日の相手が来たようだね。あ、立花さん、神尾くん、石田くん、もうただの不動峰なんだよ。気合たっぷりって感じだね。桜井くんいなかったな。じゃあそうしたらダンちゃんと福士くん入れ替えましょうか。まあダブルスは多分この2人でいいでしょう。でたまには俺さくのちゃん行こうかな。これでまあチームのくくりもクソもないと思うんだけど、行こうぜ全国って。もう不動峰だよね君たちね。さあ頑張ろう。じゃあダブルスこの2人なんだ。さすがにサーブは欲しい、サーブ欲しい、サーブ、サーブ、よっしゃ。まあサーブなんていらないよ。さあ2回戦、さあ今日はどこが相手かしら。不動峰なんだよ。2回戦か、おう、君の学校。さあ頑張ろう。さくのちゃんでも足結構速いね。あんちゃんお願いします、任せて。はい、へい、オッケー。ただ神尾くんも石田くんもそんなにスタミナある方じゃないから、いい勝負できるんじゃないでしょうか。任せて、あんま頑張りすぎないで。はい、へい、オッケー。波動球気をつけて、くるよ。はい、よく取ってくれた、ごめん、お願いします。ごめん、俺もうちょっとおとなしくしてる。はい、返されんのかよ。やばい、来る、波動球来る、よく返したね。はいはい、オッケー。佐久間ちゃんメーターいっぱいになったけどさ、スタミナもう全然ないんだよ。はい、リーダー、みんな応援して。福士くん、ダンちゃん、福士くんがいなかった。はい、あんちゃんの方が必殺技放ってたの。みんな応援して。ちょっと今度ダンちゃんとあんちゃんいないよ。はい、返される、決まりましたね。リーダー、本当リーダーの教えの賜物だよ。もっと腕の位置に気をつけた方がいいな。じゃあちょっと腕付け替えてみますね。オッケー。でアンちゃんサーブだからこのゲームは取りたい。はい、いいスマッシュ打つね。でさくのちゃんもうメーターいっぱいになってるから、はい、スマッシュ、はい、リーダー、みんなダンちゃんアンちゃん、お、 100% になりましたね。でも転んじゃんだ、みんなが見てる前で。返されんのかよ。はい
はい、ナイスです。やばい、ニトロアクセルが来る。よし、マジか。神尾くんもレベル2になってるから、はい、オッケー、このゲームサクッと取ろう。じゃあ勝っちゃおう、勝っちゃおう。これ神尾くんなんかヌルヌルやってるから、はい、あと1点任したよ。はい、オッケー、強い強い。勝っちゃいそうです。勝っちゃいそうだね、ほんとね。今回はいい感じなんじゃないかな。こないだのダビデモモちゃんの方が強かったかもしんない。やばい、ごめん、お願いします。はい、波動球くんじゃない、これ返さない方がいい。前を開けてくれ。大丈夫、よく返したね。ただ佐久間ちゃんがもう体力なくなってきてるのが、でメーターはいっぱいになってるんで転ぼう。はい、あ、あんちゃんの方かな。返されない、返されない、大丈夫、返されない、結構返されるんだそれ。はい、危ねえ、オッケー、あと2点ですね。でメーターはいっぱいになってるから、あっ、何するのよって言ってくれたよ。ただ佐久間ちゃん本当体力ちょっとやばい、ごめん。よし、ナイスプレー。あっち仲いい、ちょっと前にすぎんのも怖いな。せっかくメーター溜まってるから、はい、ここは頼んだぞ。お願いします、みんな応援して。クリオ、へい、返されない、返されない、大丈夫でしたね。オッケー、マッチポイント、サクッといこう。ちょっとアウト目に来るのが怖い。はい、やべ、どこに、どこに打ってる、やばい、さくのちゃん体力が全くない。デュースはまずい、これ吹き飛ばされて終わっかもしんないな。任せて、はいはいはい、よく取んね。はい、うそ、ニトロアクセルが来る、やばい、これはまずい。吹っ飛ばされたら終わるから、俺後ろにいようかな。はい、よく返した、リーダー頼むよ。返されない、返されない、これいける、入ったね、オッケー。そしたら俺もちょっと後ろの方にいて必殺技放ちますね。はい、リーダー、ここは頼んだぞ、頼むよ。ダンちゃんがいないけど返されない、決まる、よし、勝った、勝ったじゃない、まだだ、アドバンテージですね。やばい、完全に油断した、まずいまずい。佐久間ちゃんもう動けない動きがすごい遅い、まずい、まずい、やばい、このゲーム捨てた方がいいかな、回復しといた方がいい、またラケット弾かれない、大丈夫、あんちゃん、あんちゃんお願いします。無理無理無理っすよ。ニトロアクセルが来る、よくよくスマッシュ打ったね、いける、これまずいね、これまずいね、何それ、取られちゃった、手加減無用だ、手加減というか完全に油断してたわ。さあまずい、一応体力は回復したけど、あ、ナイスナイス、ほんといいコンビだから君たち、任せてよ、入る入る、返されないね、勝とう勝とう、はい、あんちゃん任せて、転びます、へい、返されんのかよ、取れる、ナイス、俺もナイス、なんか来る、ニトロ、ニトロアクセル、リズムは
ソニックブリッドの方、たとえ見えても当たんないっすよ。やばい。ただアンちゃんもメーターはいっぱいになってるから期待してるよ。返されるんじゃない。ちょっと負ける。はい、あ、まさかのサービスエース、マッチポイントだよ。へい、その返し方はないだろ。はいはい、アンちゃん、やべ、あぶねえ、ちょっと待って、転びます。はい、よし、石田くんのラケットは弾いたよ。なんか前回もダビデのラケット弾いてなかった、同じポーズしてる。あぶねえ、なんとか勝ちましたね。ああ、で次福士くん技覚えたからね、菊丸ビーム。イブちゃんが相手だけどサーブはゲット。よし、ここまでは順調だ。落ち着け、大丈夫か。よし、俺が勝ちを決めちゃうよ。お願いします。負けちゃったのか。リーダーなんかやってくる。勝つからいいけどね。今までの練習を思い出せ。俺たちは勝つんだ。はあ、立花君も開始前のやつがあるんだな。で福士君スタミナすごいね。はい、強くなってんじゃない、もしかして。ほら見ろ、これ大将安心して任せられんじゃない。はい、へい、やべ。はい、こう、オッケー、強い強い。そしたらいいんでいっちゃおう。はい、サービスエースは取れない。はい、ほら見ろ、強いね、めっちゃ煽ってる。行くぞ。はい、スマッシュ、ヘイ、強い強い。リーダー褒めてあげて。めっちゃ余裕ぶっこいてっから。また腕の位置言われてる。さあメーターはいっぱいになったんで、菊丸ビームじゃなくて福士ビーム。はい、声まで変えんなよ。でもうレベル4になってますね。はい、強い強い、素晴らしいね。サクッと勝てるんじゃないこれ、もしかして。はい、やばい、そのロブは無理。でもメーターいっぱいになってたので、また福祉ビーム行こう。行くよ。はいはい、あ、これは、あ、出た、これか。これな、ボール多すぎんだよ、大会中にこれはないだろうよ。はい、もうどれが本当のボールか分かんなくなりそう。手を抜いた方がいいのか。いや、油断しないで行こう、勝っちゃおう。とりあえずサービスエースも決めたいところだね。はい、やべ、よし、油断しないで、そろそろイブちゃんぼやいてくっから。はい、いいね、いい球。はい、もう一回福祉ビーム行きたい。なんか違和感、あ、ぼやかれた、くそ。彼すぐぼやいてくっかんな。はい、こう、へい、やった。やっぱレベル3だからだいぶたまんのは早いな。はい、オッケー、さあこれで終わらせよ。終わらせましょう。福士くん大将を置いておけばだいぶ安心感は違うんじゃないかな。はい、勝った、強くなったね。俺には勝てないぞ。俺たちの勝ちだな。ね、雪村くんも一安心だね。いいチームになってきてるんじゃないこれ。チームの歯車も噛み合ってきたかな。
ほんとね、練習試合の時はどうなっちゃうかと思ったけど、オッケー、ちょっとね、短めの動画ではあるんですけど、次のね、準決勝調子乗って始めたら、もしかしたらね、ものすごい長い動画になってしまう可能性があるので、今回この辺にして次回、準決勝ですね、やっていきたいと思います。というわけで、ここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。あ、見せらんない、見せろ、早く、早く、行こう。あー、見せ、ちょ、ちょ、オッケー。なあ、もういいって。サブ、ヘイ、ヘイ、サブ、ヘイ、よし。やば、うわ。あいつさえいなければ。ヒールやめて。うーわ、マジで。